愛知県は3年後までに不登校などで教育を受けられないまま中学を卒業した人や義務教育を修了していない外国にルーツを持つ生徒らを対象とした夜間中学を4校新設する予定です。今日の検討部会では入学者の受け入れ方法や教職員の配置などについて話し合いが行われました。今後教育内容のニーズを把握するためインターネットでアンケート調査を実施するということです。